はい、60歳以上のシニアの経営者様の、役員報酬の支払い方を変えるだけで年収を下げなくても年金がもらえるようになるという情報をご提供しまして、コンサルティングを行っているんですけれども、まあ、お一人の、ね、社長様をご支援、情報提供をご支援しましたらね、たまたまその社長様が業界団体法人会等のですね役をされていて、セミナーのネタをね探されててですね、これは非常にどの会社にも役に立つことだから話をしてほしいと、まあ、総会とか勉強会とかですね、まあ、いろいろありますけどもね、セミナーとか、そういったことを講師をしてほしいというご依頼をいただくことが結構多いですね。で年金復活ももちろんそうなんですけども、年金復活あるいは役員さんの社会保険料削減、それから今ですとね社会保険調査ですね、年金事務所の社会保険調査、年金社会保険未加入企業とか加入漏れ、社員がいる企業に対する年金事務所の調査ですね、これが大変厳しくなってますもので、その調査対応セミナーとかですね、あるいは、平成28年1月から開始になるマイナンバー対応ですね、これも中小企業さんでまだあまりですね本格的に対応が済んだというところはまだ少ないと思いますのでね、そういったセミナーも講師を行うことができます。まあ小規模のね、経営者様のお集まりでもお話をすることができますので、お気軽に、ご相談いただければと思います。役員様だけの集まり、役員会とかですね、あるいは青年会、役員さんだけとかですね、そういったケースで比較的人数が少ない、ところでまず試しにねやってほしいというようなケースも多いですから、ご相談いただければと思います。